ライブニュースライブニュースイットライブニュースイットは富士テレビをはじめとした FNN 系列各局で2019年4月1日から生放送されている夕方のニュース情報番組である2020年9月28日より毎週平日15時45分から19時及び週末17時30分18時に放送されている 2020年9月27日まではライブニュースイットのタイトルで放送されていた。番組タイトルコールはイット。2020年度は関東地区の新聞番組表では N イットと表記されている。2018年4月から1年間放送されていたプライムニュースイブニングの後番組として2019年4月1日に放送開始。 番組コンセプトは私が知りたい今がある。番組テーマカラーは黄色、速報は赤、不法は紺色。ニュース番組をライブニュースとしてブランドを統一しリニューアル。30年余り続いた平成という時代に一区切りをつけ、新たな言語が発表される。このタイミングに合わせて視聴者の目線に立ち、時事問題から身近なニュースまで生き生きと、そして時には、 生々しく視聴者のニーズに応えるよう、親しみやすさや手触り感のあるニュースをお届けしていく。また、タイトルの、IT はそもそも、それ。の意味で、2020年度は、暮らしのそれ。からをコンセプトに掲げている。当番組の FNN 枠は、ライブニュースブランドの番組の中では唯一、クロスネット曲を含めた、FNN 加盟全28曲でネットされる。 全番組、プライムニュースイブニング同様、19時開始の番組への接続は、ステブレレスとなっている。2020年9月28日から番組タイトルを、ライブニュースイットに変更。放送時間を15時45分から19時に拡大し、FNN 枠は17時48分18時9分に変更となった。放送時間が3時間を超えるのは、 みんなのニュース以来4年ぶりとなり、在京キー局の夕方のニュース番組で一番早く始まることになる。同日より平日版メインキャスターに、江波大二郎が就任した。また、タイトル変更に伴い番組ロゴも、ライブニュース共通デザインのものではなくなり、ニュースイット。表記で、イット。を大きく強調したデザインのものに変更された。 2020年9月28日からのリニューアル以降、依然として NHK テレビ東京を除く同時間帯で最下位であるものの視聴率自体は上昇傾向にある。放送体制としては前番組プライムニュースイブニング時代のものをそのまま引き継いでいる。なお、全番組はオープニングが簡略化されていない平日版と全く同じアニメーションを使用していたが、東海テレビ等、 オープニングを差し替えるつぼねが存在するため、オープニング映像が少し簡略化されている。なお、一部系列局では、本番組週末版の番組名を土曜日のみまたは土日曜日ともに各局別に差し替えている。平日版は、近畿地方、徳島県のニュース以外はすべてフジテレビで編集された VTR を流すが、週末版についてはごく一部の例外を除いて、 地方発のニュースについては、系列局編集の VTR が流される。なお、富士テレビの番組 HP では、FNN ライブニュースイット、ウィークエンド、番組へのメッセージページでは、FNN ライブニュースイット、ウィークエンドとそれぞれ紹介されている。番組開始時の平日版キャスターは、元同局アナウンサーで、目覚ましテレビ、スポーツライフヒーローズのキャスターであった。 フリーアナウンサーである、加藤綾子を起用することを、同局社長である、宮内正義の定例記者会見で発表した。その他、男性キャスターに、風間進む、全番組、プライムニュースイブニングでキャスターを務めていた、木村拓也をそれぞれ起用する。2019年9月30日からは、日替わりコメンテーターが加わった。2020年3月27日をもって、全番組、 プライムニュースイブニングからお天気キャスターを務めた坂井千佳が出産準備のため卒業。同年3月30日からお天気キャスターに三井義弘とガチャピンが就任した。ガチャピンはお天気キャスターは初となる。同年9月25日をもって番組当初からメインキャスターを務めた風間が降板。同年9月28日からは前述の通り、 メインキャスターに江波大二郎が就任した。また、週末版キャスターには、竹内ゆかと全番組、プライムニュースイブニング週末版でキャスターを務めていた、野島拓、スポーツキャスターを務めていた、内田玲稲をそれぞれ起用する。2019年7月からは、野島に代わり奥寺でらけんが加わった。2020年4月4日から、全番組、 プライムニュースイブニング週末版でメインキャスターを務めていた、イク陽子が再び週末版のメインキャスターを担当する。丸は、富士テレビアナウンサーは、プライムニュースイブニングから、続投特記のないものは平日、または週末、毎日出演。2020年9月28日からの体制。メインキャスターコメンテーターアクティブキャスター情報キャスター。 バイキングもあの番組終盤の最新ニュースコーナー、関東地区での前座番組、メディアミックスアルファ開始時に流れる15秒制告知も担当。お天気、キャスターフィールドキャスタースペシャルキャスター2021年7月3日からの体制。メインキャスタースポーツキャスターすべて日本時間で記す。現在のコーナー過去のコーナータイムテーブル2021年3月29日から、 週末版の番組構成2021年4月、現在なお、全提供クレジットと1本目の CM が入る。タイミングは違いがあり、土曜日は、イット。スポーツが終了した後に、日曜日は、トップニュースの VTR の途中かそれが終わった後に、それぞれ入れられる。ライブニュースイットに関するカテゴリー。ありがとうございます。